はい、こんにちは、魚帝国です。今回もね、アクアショップさんが、撮影した動画を、私が紹介するというねシリーズです。第2回目です。またね、金魚のやつもあるそうなんで、またね、後日できるかなとかいう感じですけど、また今回もトロピカルフィッシュさんがね、社長さんが、福岡県のね、アロワナショップを、撮影してきていただきました。ご協力ありがとうございます。ではね、編集もね、全部佐野社長さんがねやられてますので、はい、ありがとうございます。私は、オープニングと最後にねちょこっと、付け加えるだけです。意外と簡単でございます助かります。こんな感じでよかったらね、他のショップさんもね、ご利用ください。私も、楽したいんじゃないですけど、九州とか行けないじゃないですか、あんまりね。いろんな地方のね、ショップさんも撮影してご協力できたらなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではよろしく。はい、福岡県広川町の小さなアロワナ屋さんにお邪魔しております。まず店内です。水槽がすごい数、こっちは白の水槽で火星金流が中心で泳いでおります。でこっちの列が黒の水槽で氷流、全部オーバーフローで管理されてますね。こっちにも本命とバックヤード、取っていいのかわからないようになります。ぐるっとショートのスーパーレット肩口盛り上がって、ギオファーガスとかアロワナのコンヘーゲンもたくさん入ってます。こっちにもで、これが、フォーエバーさんのブキメラゴールデンのシャークマス。シャークマウスね、これシャークマウス。シャークマウス。次行って、回って、エイ。これがプラチナヘテロのクロコダイルスティングレイ、オスとメスで。まあエイはよくわからない。お問い合わせください。CB522 火星金流、ホイバーさんの火星金流。値段等々はまたお問い合わせいただければと思いますので、この番号を言ってもらえれば CB522。まあ、いい顔して太鼓もあり、いい感じですね。尻尾も大きいですね。CB518。これ規定輪も光ってますね。で、鰓角に発色し始めてる個体なんで。横向いて、あー綺麗ね、あー綺麗、いい感じ。これズガッといって、こっからが、ブルーベース BB731。
彩覚に発色してきてね、ブルーベースの特徴である彩覚ですね。あ、綺麗です、綺麗です。これ、BB578 ブルーベース、体型もよく尻尾もでかく、まだちょっとね、何センチぐらいや、22、3センチだから、ちょっと藍の発色は弱いですけど、きっちり彩覚に出てるんでね、今からが楽しみです。次が BB573。これはまだちょっと薄いですけど、これ一番綺麗かもしれない。光沢もあり、まだ発色は来てないけど、見えるかな。 iPhone じゃ無理か。もうすでにキテーリンが発色してますよね。あ、ここ見えるかな。まだちょっと白いけどね、まだ目も赤いし、今見た感じでは一番おすすめかもしれません。フォーエバーのチリレッド、尾びれでかいね。これちょっと反射してる。これが白ライトで今撮影してるんで、ありのままの感じの。CR666 これもフォーエバーさんのチリレッド。こっちの方がちょっと濃いですね。黒子の照りもあるし、これも同じように尻尾でかい。サイズ的に合わせるぐらい、18センチぐらい。これがCR666。次、SR912。これがインドネシアの PT ハンガースーパーレッド。まだ小さいね、これ。14、5センチ。まあ、顔つきも良くなりそうな感じはしてます。まあ、発色は今からなんで、まあ、インドネシア産の香料なんで、その辺は心配なく。TR869、 これがトロピカルレッド。あ、
目赤いねこれ。どこだ。うん。あ、どこ行った。ストップストップ。はい。顔つきもいいですね。皆さん好きな顔かなと思います。ちょっとまだ小さいんでそわ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 してるけど、ああいい顔しますね。もう体色が濃いですね、さっきのと比べると。やっぱしこれが TR869、こっちも TR875、 これもトロピカルレッド。これもさっきと同じようにいい顔つきしてます。あ、顔つきもいいですね。尻尾もでかいし、TR875。 それで、CR365。 これがサイズが20センチアップ。これいいね。光りしてますしね、ボディバランスもいいですし、これが CR365、 こっちが CR370。 これも今と同じぐらいのサイズ、20センチちょいぐらい。ハイボディになりそうな感じの、ちょっとだけ寸詰まりかな。うん、あ、体型良くなりそうやね。ほらほらほら、ええ感じ。これが次が TR441。 これちょっとでかいね。20何センチ、27、28かな。そんなないか。25、6。肩口盛り上がって、皆さん好きな体型ではないでしょうか。ほっぺたの選ぶたも一時発色始まって、あ、これも好きやわ。いいねこれ。AR250。 これが何だ。あ、アグスですね。これアグスレッド。これも27、86かな。あ、口のとこも発色して
オス250 AR250 レッドはこんな感じですね。もし気に入った魚があれば、あの先の番号言うてもらえればお問い合わせいただければと思います。じゃあこれ小さなアロワの屋さん、こういえば取り扱っています。ぜひ九州、福岡にお越しの際は遊びに来てください。ではお邪魔しました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。あの佐野社長もこんだけね、動画編集やら、撮影のスキルがあるのに、自分のあのトロピカルフィッシュ佐野さんのね、YouTube チャンネルやったらいいのになって言って話したんですよ。まあ、うちはやってもあの上がらないんでね、視聴回数がって、まあ、40とか50ですわ言って、嘘言うて、あのそんなわけないでしょう言うて、ほんで電話切って、LINE 切って、ほんでちょっとトロピカルフィッシュ佐野さんのね、チャンネル覗きに行ったら、ほんまに40とか50の100人とかそういうのがあってね、ちょっと笑いました。はい、ありがとうございました。社長面白かったです。ほんまの話でした。